はい、日本で唯一の浜田聡参議院議員のアンチユーチューバーの大麻です、えー。パチンコから国民を守る党という党を作りましたけども浜田聡先生はですね立花、えー、先生のそのパチンコ党というねパチンコ党というものに対してどう思ってるんでしょうかね。だかパチンコって完全に違法行為ありますから まあまあえー、その辺を一本動画にまとめていきたいと思います。本日、令和3年の3月16日、新任会の大麻大志です。NHK 党支持者は、立花先生の予告、上杉隆の1100万円、なんちゃらで盛り上がってる場合じゃない、立花先生のパチンコ党発言で盛り上がるべきっていうことなんですね。なんかね、1100万円がどうのこうのとかね、もう,もういいじゃん。上杉さん、もういなくなるんでしょ <laughs> ?NHK 党から。だから、NHK NHK 党支持者っていうのは、パ,パチンコ党のことで議論しないといけないわけですよね、そもそもがね。だって党首が言ってんだから。で、私はですね、パチンコから国民を守ると、パチンコをぶっ壊すなんて言いませんからね。だから、パチンコをで楽しんでる人いますよね、普通にね。 NHK から国民を守る党って NHK をぶっ壊すっていう人たちでしょ、これも絶対言わない、だって NHK を見たくて払って、えー、そのまま見てる人だっていっぱいいるわけむ,むしろそっちが大多数だから、特に秋田県なんて98%ぐらいがそうですからね。 2%、えー、秋田県にいて、あなたが NHK なんて見てないし、払いたくないと思ってたら、えー、100人のうち2人に入っているってことね、えー。まあいいんだけどね、それはそれでね。で、じゃあ、だったら、テレビを持たないことだって、ね、インターネットの世界で生きていきましょうっていうのが私の考えね。それはなぜかっつったら、スクランブル放送化したら、皆さんは NHK は見ないけど、民放は見るって言うんでしょ。全部潰れます。 えー、BS <laughs> 衛星放送、えー、なんですか NHK を見ないで,で、他の BS、例えば囲碁将,将棋チャンネルで、ね、今東北新社潰れるけどね、きっとね、えー、東北新社の囲碁将棋チャンネルを見ます。全部潰れます。衛星上がりませんっていう話になるからね。もしくは、 で、あの、民放が残るんだったら、普通に民放の TBS 見たかったら、まあ100円、1ヶ月100円払わないといけません。テレビ朝日みたいになったら1ヶ月200円とかね。だからスポンサーが全部民放のそのインフラを、地上波のインフラを持ってくれるんだったらいいけど、スポンサーだってもう、もはや地上波はオワコンだって、ね、気づいてるわけですよ。だってね、田舎のお年寄りに地上波でね、届けてどうなるのトヨタの CM を。ね、田舎のお年寄りから今免許取り上げてるでしょ。 ね、お年寄りからどん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 免許取り上げてるわけですよ。お年寄り、車買わねえじゃん。トヨタの車買わねえじゃんっていう話になるでしょ。プリウス、プリウスなんかやばいんじゃないのとかってみんな言ってるでしょ、テレビってことかでね、インターネットとかで。プリウス、プリウス、<laughs> ね、田舎のお年寄り、買わなくなるんじゃん。ね、あアクセル、ベタムビンでなんか人殺してしまいますとかでね、いうそういうなんか不安を煽ったら買わなくなるじゃん。 ということは、スマホを持ってる若い人にトヨタは CM を出したいでしょそしたらもうインターネットの世界です。だからテレビに捨てなさいという話なんですよでだから。だからといってね、じゃあそういう人たちを保護するために、そのごく一部の人たちを保護するために、今楽しんでる田舎のおじいちゃん、おばあちゃんたちから NHK 奪わなくていいでしょって。ね、そもそもあのテレビ、受信設備を設置しなければ契約する義務がないんだから。 ね、契約しなければ不払いとかそういうことは関係ないからだから契約しておいて不払いするっていうのは結婚しておいてねなんか不貞行, <laughs> 行為して結婚ししててておいて不定行為してそして離婚になりそして離婚別れた奥さん元奥さんと子供の慰謝料が裁判で払いなさいってなってるので <laughs> 払いませんって言ってる人と同じだからね不払いって <laughs>。 <laughs> そしてねあの自分は結婚してませんよとかつって肉体関係をその持ってたんだったらねそ,の人その人だって慰謝料を取る権利あるわけだって結婚してるなんて知りませんでしたもんみたいなねだからあのそういうふうに不定行為をしておいて慰謝料を払わないみたいなだ,だったら結婚するなって。 だったら結婚しないで私は全部浮気するんです。いっぱい女を抱くんです。いろんな女抱くんです。ってもう宣言しながらそれ,でもそれでもいいですっていう人とやるべきなんだ。だから婚姻届出すなって。<laughs> そもそもね。で婚姻届出さないでじゃあ認知もしない子供たちはどうなるの子供一人じゃ金稼げないよって話。人子供一人じゃ金稼げないんです。誰が育てるのよね。大概が。 シングルマザーですよシングルが大概がシングルマザーどうすんのねその子供が働けるまでどうやって育てんのまあいろいろあるよセーフティーネットとかあるよあるけど大変でしょだったら結婚すんなってだったら子供つくんなっていう話ですよね,ね契約しておいて不払いもうそう象徴じゃないかなと思うんだよね <laughs> まあいいや誰とは言いませんよ誰とはでパチンコに関しては完全に違法 <laughs> 完全に違法の行為があるから必ずあるからまあこれちょっと長くなるからそれやめるけど違法にあるその違法行為があるのところに対して擁護している政治家がいないでしょ今ほとんどね <laughs> ほとんどだけど立花先生はパチンコとっ,つって擁護していくんでしょだから違法の行為を用意していく浜田聡くんどう,どうですか浜田聡くん 参議院議員の浜田聡くん、ね、違法行為パチンコという違法行為を、えー、パチンコというと立ち上げると言ってる立橘隆についていくのかあなたは以上です